置いていかないで。毎日部屋を片付けるって約束するから、お願い連れて行って。もう大きいじゃない、大丈夫だって、頼りにしてるわ。遅れるよ、じゃあ行ってくるからね。いい子でね。お願い、 TikTok ももうしないから。おしまいだ、あの子と二人きりなんて。つまんない、リタ退屈だから遊んで。もういや、最悪。パムに連絡しよう、助けに来てくれるかも。彼女も子守中、人生終わった。黄金の青春が。おい、僕はティビラボ1のベビーシッターだったんだ。野菜を食べさせたければ溶けたチーズの下に隠せばいい、簡単簡単。おもちゃを片付けさせるにはテレビを30分多く見れるって約束する、常識でしょ。メモしといて、僕が言わなきゃできないんだから。じゃあかけてみる。いいよ、敗者が勝者にチョコを10個あげるんだ、絶対勝つ。サムチン、それはどうかしら。やめてステイシー、ママが家で走っちゃダメだって。私は捕まらないよ。うん、待って、待ってよ、待ってってば、戻ってきて。痛い、ステイシーどこなの、痛い。遊んで遊んで。うーん、どうしよう。わかった。ねえ、絵を描きたい。もちろん、やった、傑作を描くわよ。やっとだ、私の自由時間。虹描いたよ、見て。うまいじゃん、この傑作をインスタにアップしよう。パムだ、元気、どうしてる。わかった、また後でね。さて、ステージはどうして。見てよ、うまいでしょ。ダメダメ、パパとママに怒られちゃう。ほらね、言ったでしょ、君には手に負えないって。まさか、そんな簡単には諦めない。ステージ、ここに乗って。楽しそう。何の遊び、面白い。アーティストにはアトリエが必要、今から作ってあげる。出来上がり、ここに好きなように描いていいよ。楽しい、世界一のお姉ちゃんだ。サムは0、リタが1点。片付けなきゃね。ところで、パムは妹とどうしてる。そうそう、私。え、それマジ。そして小さな星はママを見つけました。ああ、ここが大好きなんだ、最高。二人は永遠にずっと一緒に空に輝きました。おしまい。さあ寝る時間よ、いい夢見てね。まだ寝たくない、もっと読んで。うん。ああ怖い、モンスターが暗闇に隠れてたらどうしよう。ベティどうしたの。モンスターがいる、怖いよ。モンスター。ああ、秘密兵器あげるの忘れてた、モンスター撃退スプレーがあるんだ。作り方はとても簡単、ただのスプレーボトルとマーカーを用意。私は黒を使ったよ。ボトルにデザインを書くだけ、家にあるものを貼ってもいいね。キラキラもつけていこう、かわいいじゃん。あとは水道水を入れるだけ。でも妹には内緒だよ。これでモンスターも怖くないでしょ。モンスター撃退スプレー、すごい。さてと、おやすみ。これでも食らえ、悪い怪物ども。はっ、これで奴ら追い払った。なに、またやっつけてやる、モンスターども。ベティ、ベティやめて、私を。え、ごめんパム、モンスターかと思った。ちょっと様子を見に来たの。大丈夫だよ、怒ってない。大丈夫、もう寝てて、乾かしてくる。おやつ食べよ。ちょっとちょうだい、お願い。わかった。やったー。いいもん、ここにまだチョコ隠してあるから。やっとだ。
え、分けてよ。また？やっと一人になれた。まあ、え、何？何なの？それちょうだい。ちゃ、わかった。どこだっけ、ここかな。あった、やった、やっと食べられる。また美味しいもの持ってる。リタ、考えるのよ。あ、いいもの発見。美味しくてヘルシーなグリーンサラダ食べる。え、野菜はやだ。大成功。ついに。ピーマンの中にお菓子を隠せるって知ってた？中に入れて蓋を閉めるだけ。小さなチョコはキュウリに入れよう。小さなカボチャにはジュースを入れる。入ってるとは思わないよね。おいしい。なんかない。え、ただの野菜か、いらない。パムにこのハック教えよう。部屋中ピカピカになった。私頑張った。やっと行った、これで遊べる。行くよ、イエーイ。スクイッシー大好き。でも人参は嫌い。ブルーベリーアイスの方がずっといい。いや、もう飽きた。パムが見ていない間にお菓子食べちゃおう。おー、おいしい。次は何？あ、そうだ、絵を描こう。なんて最高。何色がいいかな。これだ。私の好きな色とパムの好きな色に決めた。お姉ちゃんも気に入るよ。描くよ。ベティ、そこに描かないで。まず壁に取り付けるから。うん、これを見て。さ、これに描いて。ありがとう、お姉ちゃん最高。え、掃除したばっかりなのに散らかってる。いい考えがある。必要なのはガムテープ。床に正方形に貼っていこう。できた。ベティ、遊ばない？この四角の中におもちゃを全部入れたら勝ち。簡単じゃん。お、うまいじゃん。でも私が一枚上手。その調子よ。台所にいるからね。うん、わかった。できた。正々堂々と勝ったよ。すごい、また綺麗に片付いた。待って、ベティはどこ？あ、パム、お姉ちゃんのためにゲームを用意したよ。え、何？四角をいっぱい作ったよ。自分のものを全部入れたら勝ち。楽しそうでしょ？早く始めて。わかった。リタに助けてもらいたい。ねえ、ちょっとちょうだい。お願い、ここだよ。わかったわよ。はい、あげる。ねえ、それずるい。わかった。いなくなった。今のうちにお菓子食べよう。リタはケチだから、私は自分のお菓子の隠し場所を作る。しっかり詰めればなくならない。いい感じ。また来たの？何持ってるの？ねえ、何それ、サプリ？ちょっと見せて。いいけど食べ過ぎないでよ。大成功。すごい散らかりよ。ママとパパが帰ってくる。ね、もう来ちゃった？あ、やだ。やっほー、リタ、ドア開いてたよ。どうしてた？これは。サム、こっち、キャッチしたよ。やばい、壊れた。気づかなきゃいいけど。ママとパパにいいよっと。アドバイスしてあげるよ。まさか、この賭けには負けない。あ、いいこと思いついた。知ってた？このコーンを浸すと
ベタベタするの。もっとくっつけよう。もっと、まだまだ。全色保管しててよかった。よし、これで完璧。わあ、君の勝ちだ。チョコレート10個あげるよ。2人ともただいま。あ、見てよ、部屋がピカピカに綺麗だ。わあ。ママ、パパ、リタンはとっても一緒に楽しんでたよ。そうだよね。僕も手伝ったよ。最高のベビーシッターだから。おや、そんなにできるなら次はビリーの面倒も見てやってくれ。そんなの無理。僕も隠れる。